はい、それではファイナルファンタジーをやっていきましょう。で、ですね、前回何やら、地下の大陸っていうのですかね、地上の大陸というか、そこら辺に流れ着いたんでしょうか。というわけで、そこで出会ったエリアちゃんが、洞窟の封印を解くことができるんで行きましょうと言っているんでお邪魔しましょうか。これ敵出てくんのかな？あ、それでね、ジョブ変えようか。やっぱちょっと微妙だったんだよな。だから一旦、前回武器とかほら、すんごいのもらったんで、森の長老を助けたところで、これだから単純に殴って強い系になってると思うんで、一旦変えましょう。で、これは一緒で、だからシーフも変える？シーフもなんか微妙だったんだよな。だからこれをカリウドにしましょうか。ねえ。で、今更変えてもな。まあでも変えてみるか。いろいろ変えて遊んでみましょうということで、これでいいかな。魔法、リアルでも持っといたらいいんじゃないの、お前。ナイトだから魔法使えるんじゃないの？使えないのかな？ここら辺はちょっとわかんないけど、まあ行きましょう。キングスソード。これ強そうだよね。え、待てよ。あれ、見えなかった。で、乱れ打ち。防御。やっぱ、モンスター出てくるんだね。アイテムで、HP、王家に伝わる剣。フリーズブレイド、ファイヤー、雷。勇者の盾、あ、こういうのあるんだ、これ。ええー。こういう可能性というか、そういうものがあるんだね。状態異常を抑えるっていう。扉は水の祭壇に誰も入れぬように作られたもの。水の巫女にしか開けることはできんなーい。何かを祈った。開くの？封印が消えたー。はい、わかりました。クリスタルはあなたたちを選んだ。わかります。とても温かい光を感じる。優しさと強さを持った。ここは地上の世界ってことでいいんですかね？合ってんのかな？なんか気づいたらここにいましたよね。うん、なかなか強いね。このパーティーなかなかいいんじゃない？アイテムとかなんかあるのかな？隠しアイテム的なのを見逃すと、なんかちょっと損した気分になるんでね。うわ、カエルだ。毒か、これ。ポイズンって書いてるから毒だね。っていうか、死にそうじゃん。危ね。やっぱ文句は柔らかいね。300。OK。ないかな？隠しがないが気になります。
どっち？こっちは何かあんのかな？奥側にしか、手前に宝箱があんのかな？で、まあ多分ここは水のクリスタルがあるんでしょうね。水の洞窟って言ってるぐらいなんで。ボスいんのかな？まあ、お手柔らかにお願いしたいんですけどね。ローパーってこれなんだろうね。土なのかな？何がどうなったのかよくわかんない生物だよね。やっぱ、食らうなぁ。文句なぁ。柔らかいのが欠点だけど、でも、火力はあるからなぁ。まあ、仕方ないのか。向こう何もないのかな？パッと見何もないよね。何もないと思っていきましょうか。いやでもな、なんかある可能性もあるんだよな。悩ましいな。一応行くか。まあレベル上げにもなるし。探索しましょう。何かある？何もなさそうなんだけど。アガリアレプト。まあ、お金も欲しいしね。まだ3万ギルとかだよ。お金はいっぱいいるよな。だから。おいで、ファイナルファンタジーってさ、なんだっけ、ドラクエみたいに、ゴールドマンみたいなのっているんだっけ？どうだっけ？どっかに出てこないのかな？こういうのはいないのかな？まあ、ほどほどの経験値じゃないわ。お金くれるから、そんなのも必要ないのかな？いや、順調だね。で、結局向こう側は何もなかったと。何もなさそうだね、この洞窟。うわ、気持ち悪。アメレオンじゃない、コッカトリスなんだ。死にそう。あ、石になった。石になってもうた。死にかけてんな、危ないな。死ぬんじゃないか。これ強いね。戦わない方がいいかもしれない。で、石化を直して。いや。どうしようかな。これもって、ケアルラもったいないよな。ボスがいる可能性があるんで。まあ、ポーションでやるか。ホッカトリスやばいな。あれは戦わないようにしましょうか。いや、ほんと何もないね。何かあるのかなと思ったら。あー、これいけるかな。2匹ならまあいけるでしょう。3匹ぐらいからちょっとやばいと。無造作に何か、アイテムが落ちてたりすんのかな？ボタン一応軽く連打しとかないと、ちょっと怖いよね。そこら辺に、すごい武器が、落ちてるっていう可能性もゼロではないよな。あんな街のところに無造作に落ちてるぐらいだし。まあでもボタンポチポチ押すのもめんどくさいんだよな。やめろってお前。それだけは絶対ダメ。ダメ。めんどくさいな。お前はかなりめんどくさいことをしてしまいましたよ。逃げた。
ここは？大丈夫か？ボスがいるんじゃない？あ、いない。ちょ、あ、ちょ、待って。大丈夫か？水のクリスタル用、光を取り戻して、エリアがクリスタルのかけらにわずかに残る光をクリスタルに当てる。すると、なんということでしょう。誰だ？だから何か出てきた。危なーい。う、エリア。エリアー。光の戦士すら一瞬にして消し去る呪いの矢を避けるとは運のいいやつ。俺は水のクリスタルを割り、二度とその光が戻らぬようザンデ様に使わされたクラーケン。クラーケンなんだ。クラーケンってなんだっけ？タコの化け物みたいなやつですよね。あ、ほんとだ。どうなってんだ、その足、お前。足どうなってんだ、それ。大丈夫か、それ。どうしようかな。大丈夫かな。まあ、特に、いや、違う、危ね。特にじゃないよ、回復しとこう。死んでしまうかもしれない。231、ブリザラ、300、危な。てやめろ、危ない。280、連続して食らったら死ぬね。結構強いのかな。どれぐらいなんでしょうね。ああ、危ない、危ね。ていうかさ、ケアル遅いって、お前。これ遅いのまずいな。よくないな。これランダムなのかな。先手でブリザが。危な。ガマで撃ってくるんだ。これはかなりやばいな。いい、ガチじゃん。殺しに来てる。もうやっちゃって。死ぬよ、俺。死んじゃうよ。で、あるら。ああ、ガードした。すごい。守った。すごいね。おお、やった。ナイトでよかったね。じゃなかったら今、食らってて死んだんですよね。すごいな。エリア。水のクリスタルに光が戻った。ありがとう、あなたたちのおかげ。さあ、これを受け取ってください。水の力が持つ称号を。ああ、また。犠牲者が出てしまったようですね。うわ、多すぎないか。多いね、今回。エリア、しっかりしろ。いいえ、私はもうダメ。さあ、行ってください。闇を振り払い、この世に再び平和を。エリア。エリアー。地震だ、逃げろ。ダメだ、エリアを残してなんて。危ない。うーわー。どういうこと？え？これはどうなったの？下から浮き上がってきたの？あ、そうか、クリスタルの力で。沈んでた世界が浮き上がってきたってことですかね。どういうこと？3日も眠り続けていた。水の町アムール、
水の神殿に倒れていたのをおじいちゃんが見つけた。3日、寝すぎた。すっかり世話になってありがとう。ですね。ハイポーションしかないんだ。お金3万円しかないからな。ちょっと抜いて。お邪魔しまーす。ずっと夢を見ていたようだ。ああ、そうか。地震のことや石にされて海に沈められていたことを覚えていない。ゴールドルってやつがやってきてあんたたちの船に変な鎖をつけていったわよ。ゴールドル。誰だ何者だ。ゴールドルは魔法にめっぽう強い。完全に魔法防御をしとる。なんだって？浮遊草の靴があれば底なし沼を渡ることができる。下水道に住むデリラーばあさんが持ってた。下水道とかあるんだ。ゴールドの館はこのアムールを出てずっと南に行った山の中。南に行った山の中。その前に底なし沼があるんだ。あー、ということは靴がいるんだね。ゴールドは金には目がない。館のものはみんな金でできているってことか。それを取られまいと屋敷は鍵だらけ。鍵だらけってことはシーフの出番か。闇の世界から来た4人の戦士が4つのクリスタルから溢れた光を打ち砕いた、そんな伝説がある。闇の世界からなんだ。ゴールドルはあんたらを伝説の4人と、ゴールドルはあんたらを伝説の4人の戦士と思って自分のクリスタルを取られまいと、船に鎖をつけた。あ、クリスタル持ってんだ。お、なになに、ノリノリじゃん。すごいんだけど。今回はうまくいったみたいですね。お前らガチで踊りすぎだろ。もういいって。踊った？終わったみたいですね。ノリノリだね。最高。よかったね。初めてあんなに受けたんじゃないの。じゃあ、待てよ。そうだそうだ。ジョブがさ、エリアちゃんのおかげで、ジョブを変えれるようになったんじゃない？うわ、多すぎ。うわ、中二病の塊がいるじゃん。魔剣士かっこいいな、これ。これでしょ。あれ？あ、武器ないの？これ暗黒じゃないの、暗黒。ブラックプリンスじゃないんですか、これ。違うの。あー、これまだ武器がないんだ。じゃあダメだね。バイキングとか、ヒゲのおっさんやんけ。盾ってどういうこと？あ、武器がないんだ。あー、これも武器ないんだ。じゃあ、竜騎士で飛ぶ？あ、これも武器ないんだ。槍がないんだ。何にもないじゃん。これ何これ？風水師。最強。あ、持ってないんだ。まあでも風水師ってこれ。これ何屋さんなんだろう。何すんのこれ。地形って何だろう。これ気になるな。まあでもちょっと、どうしようかな。あ、空手家ってこれ文句の上位じゃないの。あ、これちょうどいいんじゃない？これでいいんじゃないの？違う？素手なんだ。あれ？武器ないんだ。あ、もう素手の方が強いのかな？まあ、試しにこれはこれでいいとして、じゃあ、どうしようかな。
いや、ちょっと待って、戻そう。空手家はこれでいけるか試してみて、狩人を、なんか武器がないっぽいんで、あ、じゃあ武器屋探そうか、その前に。それがいいよね。クリスタルを探しているのか、それなら南の底なし沼に住むゴールドルが持っておるはずじゃ。ゴールドルね、エリアを助けたじいさんだ。エリアが、そうか。悲しいことじゃ、エリアのためにもこの世界に光を取り戻してくれ。じいちゃんは無事だったんだね。あ、それは良かったのかもしれませんね。え？下水道は怪物が出るようになって封鎖されている。鍵は確かジルおじさんが持っていた。ジルおじさん。この村には4人の戦士が溢れる光と闇を打ち砕くという伝説がある。え、光と闇をどっちも砕かないといけないんだ。誰だお前ら、ハゲ。イエーイ。なんだ。自分たちが伝説の4人の勇者と思っている。完全に薬やってるよね。アムルの酒場には行ったから情報通が揃っている。踊ってたよ。何の用じゃい。ウユーグさんの靴をもらいに下水道に入りたいんですが。何、下水道じゃと。あそこは怪物が出るので封鎖してあるんじゃ。危ないぞ。最後の4つ目のクリスタルを探し出さなければなりません。お主たち伝説の4戦士か。お前は来るんじゃねえよ。なんだこれ。あいつらもそうだと言っているぞ。下水道に入るらしい。先回りじゃ。下水道に案内してやる。ついてこい。はい。いい感じにハゲてんね。鍵を開けよう。ガッチャン。下水道はこの先。気をつけてな。はい、行ってきまーす。と言いたいところなんですが、ちょっと待ってね。この中物色してないよね。あ、じいちゃんいなくなってる。あ、どこ行ったあれ。怪しいな、あいつ。グルなんじゃないんだろう。グルなんじゃない今の。変なおっさん4人組と。え？で、多分ここが下水道かな。まあ、それはそれでいいとして、いろいろ見て回りましょう。違う、こっちじゃない。あ、武器あるじゃん。これを見て判断しましょう。マイン合衆。マイン合衆ってこれ、誰用の武器なの？あ、これシーフか、これ。多分、マイン合衆って。ファイザーナックル。ああ、素手の方が強いんだ。あ、サンダースピアってこれ。あ、これ、竜騎士だよね。アイテムサンダラってやばくない？アイテムでサンダラ使えるってやばくねえか、これ。サンダーじゃないんだぜ。サンダラやばいよな。窓裏の盾ごと。あ、これ。なんだっけ、銀融詩人だ。お金かかるなぁ。いやー、でもこれ買っとく、試しに、一個。で、これ、サンダラいいでしょ、これ。サンダラは、やばいでしょ。雷の力をまとった斧って書いてるけど、まあ、アイテムとしては使えないんだね。雷属性の武器ってことだね、これ。
なるほど。ちょっと待ってね、これチェンジして見てみないとわからないってことですね。あ、ほらほら、いけた。ガンダースピア、ガントレット、ナイトが愛用する。じゃあ、これはこれでいいとして。詩人ってこれか。最強、マドラの盾ごと。あ、結構かっこいいね。これはでも、詩人って攻撃じゃないからな。歌だからな、確か。歌だよね。コマンド歌う。ただ、どういう能力なのかっていうのを見ないことには、ちょっとよくわからないんで。ただ、お金がないんだよね、俺は、今。ブーメランって誰用なんだろう。ジョブ。ちょっと待って。ブーメラン、シーフから。他にいる？カリウドで、あ、カリウドだったっけ？ちょっと待って。あ、違うわ。誰だ？シーフかな？ブーメラン持てるんなら、遠隔から攻撃できて結構いいんじゃない？あ！40。あ、マインゴーシュ。あ、もしかして、シーフいいんじゃないか。シーフ来たんじゃないこれ。シーフ来たかもね。ただ、え、一個買っとくこれ。一個。試しに。しょうがないな。あ、ちょっと待って、その前に、詩人を試してみましょうか。で、これでちょっと外行きましょう。あ、鎧も見とく？今回もちょっとお試しが混ざりますね。異国より伝わった漆黒の頭巾、シャクラバンド。お！黒装束、バイキングヘルム。いやー、ちょっと待った。会いたいところだけど、なんかさ、拾えたりするからな、このゲーム。あんまり買いすぎは良くないんだよね。ほどほどで。ここ何かありそうじゃない？これ。何もない？これ。何かありそうで何もないんだ。あれ？この奥にはどうやって行くんだ？あれ？上に行く方法あるよね、多分。とりあえず水に、中に入んないといけないのか。入ってみるか。こっから入って、あ、やれない、いけないんだ。野菜。すごい、野菜が。野菜がいっぱいだ。あれ？ダメか。ここは？あ、いけた。何かある？なんもないじゃん。あ、なんかある。王族の小手を見つけた。黒装束。もう終わり？あ、なんかある。黒ずきんを見つけた。なんでここにあるの？無造作に。やべえな。黒装束、ずきんってこれ、どれだろう？誰だろう？違うな。これシーフなのかな？シーフが、あー、シーフっぽいな、ほら。これ今撮ったの全部シーフだよ。ってことはあれかな？シーフ推しなんですかね、ここ。どうです？シーフっぽいよね。じゃあ、ちょっとシーフで、
行きます？ 35 でしょ？ 40。 もうこれでいいか。最強ブーメランブーメラン、やべえな。あとね、とりあえずちょっと待って、シーフじゃないんだって。シーフでやるのもいいんだけど、これをちょっと確認しましょう。ちょっと外出ますね。あ、下水道でもよかったのかな。確認。おお、折りたたみ式カヌーあるんだ。地震に見舞われてもカヌーだけは持ってんだね。これ使える？あ、範囲できるんだ。これやばくねえか。ヘリってなんだ？貯める。貯めるは 1. 何倍とかになるんだよね。5倍とか多分。2倍とかになるのかな？ヘリって何？あ、ヘリ範囲じゃん。やば。歌う。あ、これは味方全員回復なんだ。あ、やばいな、これ。50か。97か。まあ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 ですね。あ、100。まあまあかな。あ、そうか。歌ってだから熟練度で上がるんだ、多分。効果が。だから悪くないかもね。なるほどね。だから場合によっては、色がチェンジしちゃってもいいぐらいの、いや、さすがにそれは無理かな。自陣が回復に回るって相当、正直な、攻撃3ぐらい欲しいんだよな。いや、試しに、これなんだろう、これ。放水士が何なのか見てみましょうか。試しに。赤い部署効果。危ないな。風水士かわいいじゃん、これ。先制攻撃のチャンス。これ普通に殴ったらどれぐらいの火力なんだろう。で、歌う。って言って何でしょうね。気になる。170。まあまあだな。地震、あ！これやばいな。魔法なんだ。兵によって。あ、これ強いんじゃないの？もしかして。どうなの？いける口なんじゃないの？この人。これは結構やばいんじゃないか？ただ、ボス戦になると、まとまった回復が欲しいんで、あ、竜巻。あ、ランダムなのかな？あ、強いな。MP ないよ、これしかも。やばい。風水士来たかもしれん。なかなか面白いな。試すの楽しいよな。ジャンプもやっとくよ。ジャンプいなくなっちゃうからな。あ、でもこうなると、回復が間に合わんな。あー、強いな。雑魚にはうってつけだな、これ。使えないから。あー、でもそうなるとちょっと、普段が回復頼みになるんだ。回復、ポーション頼みになるんだね。じゃあ、あとはちょっと、
戻すか、一回。一回戻しましょう。いや、甘いか。で、シーフがどんなものなのか。これはこれ。幻術。あ、これ武器持てるじゃん。そうか、召喚師なんだ、これ。すごくないか。魔法は？あ。ん？あれ？召喚ってこれ。あ、これ戻んないと MP がないな。切り替えるとゼロになるんだ。これはちょっとな、魔法は気軽に変えれなくなるね。召喚師の魔法ってないよね。あれ？熟練度上げたら覚えるのかな？それとも売ってんのかな？確認しましょうか。切り、あー、使えないってことはそういうことだ。買うか覚えるか。いや、じゃ、買うんだろうな、多分。だから召喚師はまだ使い道ないね、多分。で、魔剣士も、あいつ、魔剣士も武器ないんだよね。武器がなかったから。で、バイキングもあれ、見舞いっぽいし。なるほど。じゃあ、ちょっとシーフに戻してみる？これで、あー、じゃあ、行きましょうか、もう。下水道に行って、行ってみましょうか。このまんま行けるかな。シーフか、詩人か、風水師か、どっちかかな。多分ここだよね。違う？そうですね、はい。カラテカって、カラテカ要素何もないよね。マントしかぶってるっていうか。うわ、気持ち悪。アンダースペアやっとく？で、蹴りして、で、これ、普通に攻撃してみる？で、防御。どんな感じ？竜騎士はまあ、固めだね。おお、強い！遠距離からあれはいかついね。アンダーやば。アンダラやべえな。アンダラいいな。竜騎士ってこんな感じなんだね。猫の爪って？これか？ああ、もう素手の方が強いんだ。竜騎士いいね、なかなか。魔法と、アイテムの魔法と、ほどほどの防御力と、ジャンプを駆使して、戦うキャラクター。あ？ハゲがなんかやってる。おい、ハゲ。助けてくれー。さっきのじいさんたち、助けよう。これ助けるって、おー、いっぱいいるじゃん。やめなさいよ、あなたたち。ゴブリンって、これ一応あれかな？蹴り。盗んどくか、一応試しに。あ、ポーションなんだ。じゃあ、いらないかな。あ、いや、ポーション。店に売ってなかったから。うわ、雑魚。すまんな、危ないところを助けてくれてありがとう。4人の勇者はてっきりわしらのことだと思ったんじゃが、やっぱり違うのかの。残念残念。何言ってんだお前ら。なんかちょうだいよ。
授業が足りない。どういう話なの？これ何もないのこれ。この茶番は一体何なんだ？やっぱ日本人ってこういう、なんていうの？シリアスでずっと進めないよね。間に絶対こういうの挟むんだよね。リセットしたいみたいな。あ？あ、隠しツールあるんだ。マイン号手、ボールハンマー。何でしょうか？ボールハンマーとかお前。必殺のアイテムじゃないの？戦う。あ、でも盗むしといた方がいいかな。なんか面白いのゲットできないかな。アンダラがやべえな、マジで。盗み損なった。うん。勇気士悪くないね。マイン合衆。いらないな。ジョブちょっと変えるか。シーフはシーフで、全然いいんですが、これやっとくかな。いや、でもな、ここ、これがここか。火力が下がるんだよな、これだと。いやでもまあこんなもんなのかな。最終的にやっぱなんていうの、魔法が2隣接2みたいな感じにしたいんだよね。だから本当はこの黒とか、あー、これの方がいいのかもな。風水師、銀融やってもしょうがないかな。悩みどころなんだよね。本当は召喚がいいんだよね。魔剣士、空手か、召喚士、あとヒーラーみたいな。まあ、竜騎士でもいいんだけどね。どうしようかな。まあ、とりあえず今これでやってみましょう。マイン合衆。なんかゲットしたよね、今。ボールハンマー。あ、これもサンダラだ。ハンマーってなんだ？こっちにもある？あ、あるんだ。オリハルコーン。パワーリスト。装備。いや、違う。これはいらないんじゃないか。パワーリストって何これ？あー、ステータスが上がるんだ。あ、じゃあこれありかもね。あ、防御上がるから、空手家にはいいですね。オリハルコンって何なんだろう。あ、これあれじゃん。シーフ用じゃないの。あ、じゃあシーフすごいんだな。ほら、そういうことだ。これさ、右手がさ、隣接の武器で、左がブーメランだと、これ、ダメージ値はどうなんのこれ。どうなるんですかね。それが気になる。ちょっと、試してみましょう。これ他にもあんのかな？真ん中にある？ない？で、アイテム、蹴り、戦う、防御。211。どうなんだろうな。いい感じ、今の。ブーメラン2の方が強かった？安定がどうなってんのかちょっとわかんないんだよな。やっぱ単純に半分になってんのかな。俺だとちょっとなぁ。なんだあいつ。何者だいこのジェイデア様に何のようで。ああ。靴くれるんだね。
ひゃひゃひゃ、お前たちみたいな若造が4人の勇者だとは本当か信じられないね。隠れるんだ。また来たよ、お前。何してんの？危ない、下がるのじゃ。罠なんだ。この靴は偽物。どうしてそれが？あんじゃよかん。靴を見たことがあるんだ。ディーラーばあさん、この連中は本物の勇者。おや、まあ、それは知らなんだ。悪かったね。靴を貸してくれんか。お、じいちゃんたち、いいやつなんだね。じいちゃんっていうか、もう、息子なんじゃないだろうな、もしかして。これを履けば、底なし沼を渡ることができる。ありがとう、じいさん。あんたたちは立派な勇者だぜ。若いの、わしに捕まりなさい。帰り道くらい、わしらがテレポを使おう。そうや。マジで？すごいな。デリラばあさん、何者なんだ？ワンピースにあんなばばあいたよね。あ、これ戻ってきたんだ。で、結局さ、ジョブどうするかすげえ迷うな。ね、でも、明らかに、ここはシーフ推しなんだよね。だよね。だからシーフで、まあしばらく行きましょうか。しょうがないね。ラッコの頭？あ、ラッコの頭って俺持ってたよね。ゲットしなかったっけ？ラッコの頭って。あれ？あ、あったあったあった。あ、ほんとだ。そうなんだ。へえ、知らんかった。お前たちならやれるかもしれない。わしらだって勇者。お前らの方が力は強いが、女にモテるのはわしらの方じゃな。ファッ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 ファーって。何を言っているんですかね。で、これでゴールドルのところに行けますよっていう、そういうお話なんですが、シーフでいいのかな。どうしようかな。本当はこれとかがね、楽しそうなんだけどな。まあ、道中これで遊ぶか。いや、アイテムだ、アイテム。回復アイテムをゲットしましょう。もうハイポーションしかないんだね。いやー、これでやったらお金なくなんな。まあでもしょうがないか。ないもんな。ポーションがないんだよね。参ったな。あ、でもそれを考えると、無駄に節約したいなら、いや、まあでもこれでいいか。やられる前にやってって方が、減りは少ないよね、体力の。で、どこ行けばいいんだ？南にあるって言ってたっけ？北だっけ？南だっけ？で、経理。で、地形。で、防御。これで雑魚は、かなりいいんじゃない？かまいたち。おぉ、強っ。これは、乗れないのかな？あー、乗れないんだ、本当に。そういうことか。南の底なし沼にどうこう行ってませんでしたっけ？ここじゃないのかな？地震。強っ。あ、あそこ、あれじゃないの、あれ。ゴールドル。これが底なし沼だ。そういうことですね。
ああ、回復がやっぱり必要にはなるな。で、地形はランダムなんだよな。だから、範囲のを使ってくれるとも限らないと。なるほど、なるほど。これは、チョコボだね。まあこんな感じで、時間的には結構やったかな。というわけなんで、次回はゴールドルの家ですかね。侵入するんでしょうか。まあ今回はちょっとね、お試し会というか、まだ悩んでんだよね。どれがいいんでしょうかね。まあ、前回のまんまでもまあ、やれないことはないというか、あ、そうか、これシーフにしといた方がいいのか。いや、でもこれ、これの方がいいか。HP を奪う。まあ、別にいらないんじゃねえかな。というわけで今回はこの辺で終了と。で、次回はゴールドル。キンキンですね、あそこね。お宝をいっぱい頂戴したいと思います。お疲れ様でした。